ミルストリートはアイルランド、コーク県の町であり、その人口はおよそ1500人である。町のカトリック教会の聖堂は聖パトリキウスに捧げられたものである。1985年10月以来、町はフランス、ブルターニュのパメリットル・ビコントと姉妹都市提携を結んでいる。2006年4月、ミルストリートはヨーロッパジャグリング大会の開催地となった。 2000人を超えるジャグラーが40以上の国から集まり、1週間に及ぶイベントに参加した。スティーブ・コリンズは過去に2度、ミル・ストリートで世界ボクシング機構スーパーミドル級タイトルマッチを戦っている。アイルランド最大の馬場の一つであるグリーングレンス、アリーナがミル・ストリートにある。その一部は大規模なショー、展示会場となっており、 ユーロビジョンソングコンテストの1993年大会が開催された。同大会ではアイルランドのニーブ・カバナが優勝を果たした。2007年12月にはジョンディアの展示会が開催され、同社は新型の濃厚機器を披露した。ここでは濃厚機器ショーも開催された。ジェームス・ブラントやウエストライフなどのアーティストもここでパフォーマンスを行っている。 ミルストリートはアイルランド鉄道のマローキラーニートラリー線の路線上に位置している。ミルストリート駅は1853年4月16日に開業し1976年9月6日に貨物取り扱いは終了した。ミルストリートは2006年の国勢調査ではアイルランドで最も高いポーランド人の人口比率であった。ミルストリートステーション。 レールスコット、アイリッシュレールウェイズ、2007年8月31日、閲覧。イミグラントポピュレーションダブルス242万、ナショナルニュース、フロントページインディペンデント、IE。ありがとうございます。